どうも、リクラボです。皆さん、笛ラムネってご存知ですか？笛ラムネとは、笛のように音を鳴らせるラムネ菓子です。4店舗探し回りましたが、コーラ味しかありませんでした。エビやカニのジャンプするおもちゃが入ってるかもって何ですか？笛ラムネを吹いたことがない人もいると思うので、吹いてみます。本当はストロベリー味が食べたかったんですけど、吹いてみます。で、今回サムネとタイトルを見てもらえばわかると思うんですけど、この笛ラムネをリコーダーにして様々な音色を奏でていこうという企画です。その前におもちゃを開けていきます。ジャンプするおもちゃ、そんな押します？え？あー、お菓子の袋とか止めるやつですね。モデリングをする前にラムネのサイズを測っておきます。直径が21ミリあるみたいです。それではデータを作っていきます。印刷が完了しました。ペリペリしていきましょう。ペケロペッケ、土台はしてます。はい、リコーダーが完成しました。この音を調整する穴なんですけど、トーンホールっていうみたいです。雰囲気で開けてます。で、こちらにラムネの 2.1 ミリの穴を開けましたので、ここに笛ラムネを入れていきます。入るかな。はい、なんとか入りました。めっちゃ硬かったです。準備が整いました。どうも、リコーダー系 YouTuber のリクラボです。では吹いていきたいと思います。検証結果、吹くところが美味しいでした。よかったらチャンネル登録お願いします。リコラボ、リコラボ、チャンネル、チャンネル登録、よろしく、よろしく、ま、ま、登録。